簡単です。要は、キャストしてですね、ピュッとキャストして、でまずね、1、2、3、4、5、6、7、8、今8カウントでそこが取れました。ポイントはですね、1投目に必ずカウントを取ってみる。要はこのエコギアアクアのストローテールを使うに限らずですね、その海の堤防からライトソフトルアーをやるときに必ずこのどのレンジ、要はどの層を引いてくるかっていうのを常に把握できるような釣りを展開することがね、すごく今度根がかりを回避できたり、当たってきたそのレンジがすぐ層が分かるようになったり、もう状況がね変化するのがすぐ分かるんで、だからカウントをねこうちょっと取る癖をまずはつけてもらって、ちょっと今度は次のキャスト、ここをね、この自分の一番キャストした位置が8カウントなんで、じゃあ4カウントで本当中層をねちょっと巻いてみようかなとか、もうちょっと落としてみようかなっていう組み立てができるようになると、今度ね夕方から暗くなった時に非常にこのポイントでこの距離感で投げてれば大体8カウントだなとかね、あれなんかすごく底取りまでに時間がかかるようになったっていう場合には、今度潮が動いてるんだなとかね、その状況の変化も分かりやすくなるんで、初心者の方ほどキャストしたらカウントを取ってね、そのレンジ攻略がきっちりできるように、このねレンジをしっかりと把握しながら釣ってもらえれば、あとはもうソフトルアーの持ってる力がね、魚を寄せる食わせる要素がエコギアクアの場合は強いですから、難しいことはない。このレンジ攻略さえカウントをねしっかり取ってもらってやってもらえれば、バッチリ魚は釣れると思います。タバタ金太郎飴状態だけど釣れてます。スローリトリーブのちょっと中層でね釣れてる感じがするしますね。だからまあ当たるまではこうちょっとリフト&フォールも交えたり落として、またちょっとただ巻きを入れたりとか、どのタイミングでこう口を使ってくるかっていうのを、まあある程度ねいろんな巻きを入れたり落としたりっていうのを地合いがねバタバタっとこう釣れ続くまでは比較的いろいろ試しますね。今は堤防のねセンターに来てるんですけども、ちょっとね深いですね、魚のレンジがさっきより。だから沈めてゆっくり竿先でこうジグヘッドを操作する感じでゆっくり引いてます。結構そこにたまり当たるぐらいですね。やっぱり場所とかで水深とかで結構釣れるレンジが変わってくるんで、細かくレンジをねこう釣れそうな層を探していくことですね。さあ、アジング、まあ、非常にね誰でも楽しめるアジングなんですけども、まあ同じようなやり方でもちろんメバルも釣れるんですけども、今日ね仲間が別の場所でねメバルを狙ってますんでね、釣れてるのかな、釣れてるか、どう。
ということで、もう簡単に言えばアジングメバル、もうストローテールを握りしめて皆さんも釣り場に行っていただければ釣れるというのがね、この画像を見ていただければわかるかなというふうに思います。